イエス・キリストが私たちのすべてです。すべてを満たして余りあるお方です。主イエスは宇宙の中心です。コロサイ書一章には御子は見えない神の形であり作られたすべてのものより先に生まれたお方ですと書かれてあります。万物は主イエスによって作られました。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、あなたや私すべて主イエスによって主イエスのために作られたのです。主イエスは万物よりも先に存在し、万物はイエスにあって成り立っています。イエス・キリストがすべてを保ってくださっていることで深く慰められます。私たちは今までとは全く違う稀な時代に生かされています。世界がバラバラになっているような中で主とお互いとさらに深く愛し合うようになっています。励まし合い、祈り合い、必要に応じて支え合うことで力づけられています。神が霊的に深い御業を私たちのうちになしてくださり、お互いを家族と心から呼べることを感謝しています。主の臨在と愛が私たちを引き寄せてくださっています。主は私たちと一緒にいるのが大好きで、私たちも主といることが大好きです。主は私たちをもっともっと深みへと導いておられます。主を中心に置くほど、御顔を求めるほど、礼拝し栄光と栄誉と賛美を捧げること、私たちをより高く引き上げてご自身とお互いに近づけてくださいます。私たちの心を溶かしてご自身の夢を実現される歴史上非常に貴重な時期です。主イエスの父よ、私たちが一つであるように彼らも一つにしてくださいとの祈りの成就の時代です。主の愛の中で聖書し続けましょう。心の王座に座り続けていただきましょう。私たちの王、主であり救い主である主イエスよ、すべての中心となってください。